反乱軍の猛攻を受け、織田軍は撤退。武田は九死に一生を得る。だが謎も混迷も深まる一方だった。織田信長が得た凄まじい力、ペルセウスと名乗った信長を追う青年、そして時折よぎる知らぬはずの記憶。反乱軍の面々は思い思いに考えを巡らす。だが彼らに立ち止まっているいとまはなかった。前線騎士を守る綾御前と上杉景勝から救援要請が届いたのである。敵の数これほどと。織田軍には我らを攻めながらもこれだけの兵を割く余力があるのですね。だがひるむわけにはいかぬ。我らの義と愛をもって御前と景勝様を救い出すのだ。敵の数が尋常ではない。急がねば影勝様たちが危うい。待て影勝様、しばしお待ちを。この加熱軍が直ちにお救いいたします。本陣の防衛は我らが引き受けよう。南の敵は本陣、北の敵は城に向かっている。敵の動きを見極めつつ進んでくれ。の敵か、我が槍で押し通るのみ。まとめてポイント。あとお仲間に任せよ。頼もしき同志を得て私は幸せだ。邪魔をするな。御前と影勝様は私の手でお救いする。加熱雪村救援。来てくれたようです。影勝、あと少し耐え抜きましょう。敵軍からも気概を感じる。ただの賊ではないようだ。見事に負けちまうとはな。これが叶う相手じゃねえか。城に向かう不二の輩は打ち払った。直江兼続、今こそお二人の身元へ参る。遅れずについてきてくださいよ。はあ、共に敵を押し返しましょう。本陣は何としても守りきるぞ。敵の増援にも注意せよ。加
金爪、あなたの義と愛、この異界でも変わらぬようですね。御前、お褒めに預かり光栄です。手が悪すぎたか。影勝がまだ戦っています。さあ救援に向かいますよ。ありがたい。ここは通さぬ。道を開けよ。恩ある影勝様を失うことはできぬ。見るしかない。窮地を脱しました。次にこちらがお返しをする番。勝負の棋風示さん。頑張ります。あ、数では勝っていたが爪が甘かったか。ならば拙者自ら当たるのみ。見事だ。その調子で奮戦せよ。何度もしてみせる。見ていて。なんという武勇。我が名は徐光明。泣いて願おう。あの白頭巾、そして高潔な空気、あ、まるで可愛い剣心のよう。拙者の部で眼前の敵を蹴散らさん。かなりの武人とお見受けした。いざお手合わせを。願ってもないお言葉。真田幸村、いざ参る。正々堂々とした姿勢、敵ながらあっぱれだ。義と愛の勇士、直江兼続がお相手しよう。なかなか熱い御陣のようだな。だが拙者も引けぬ。ついてきてくださいよ。参る。まだまだ未熟だったか。遅くなってすまない。徐光殿、あとは俺たちに任せてくれ。太子寺殿、すまぬ。頼んだぞ。徐光殿を追い詰めたとは。敵軍の影響を侮るのは。敵の大将が出てきたようですね。愛で諭してあげましょう。太子寺この世界。よし、私が話をしてみよう。兼次、手薄になる本陣の防衛に回ってくれ。承知した。海の輩は一匹たりとも近づけ。孫権という方はよく戦況を見ていますね。見習わなければなりませんよ、兼次。頼もしき同志を得て私は幸せだ。敵はまた城を狙ってくるでしょう。みんな愛を持って当たりなさい。所詮敵は小勢だ。城を落としてしまえ。またうろたえ者が現れましたね。しつけてあげましょう。敵の城攻めはまだ続く。油断できぬ。あの程度の数で城は守れまい。さっさと制圧するぞ。もう遅れは取らぬ。勝敗は陛下の罪。またお相手願おう。我が知略に挑もうとは
無謀だな。情報でも守るか、相当な腕前だな。この大使死に、久々に本気になれそうだ。あなたのしつけは天下無双ですね。背中を見せるは恥だが、やむを得ん。戻れ、策の練り直しだ。あっぽ、敵の大将が出てきやがった。その首もらうぜ。邪魔をするな。強者とまみえるは誉れ。一緒にやると嬉しいな。はい、はい、敵長、打ち取った。うん、見事だ。その調子で奮戦せよ。我が部に挑め。なんという武勇。よし、本陣を狙う敵はあらかた片付いたか。よく来てくれた、雪村。影勝様、間に合ってよかった。この異界でまたお会いできるとは。雪村、そのまま前線で城の防衛を頼む。孫悟の兵よ、道を開けよ。この孫権の顔を忘れたか。開けろ。孫権様をこの世界に。あの方に剣を振るわけには。大使人、無事で何よりだった。再び孫悟、いや、私の力になってくれぬか。孫権、申し訳ない。ここで下っては俺の真偽が。二回であってもお前は変わらぬな。分かった、全力で来るがいい。孫権殿、孫作殿と戦った時のことを思い出しましたぞ。いや、私は兄上ほど強くはない。お前に勝てたのは幸運だった。おかげで助かりました。皆の義と愛に感謝します。礼を言う。いえ、お二人がご無事で何より。謙信公もさぞお喜びになりましょう。孫権殿、先ほどは申し訳ありませんでした。俺と徐光殿はこの妙な世界をさまようところを信長殿に救われたのです。どうしてもその恩義に報いねばならず。よいのだ、大使。それにジョコ、お前たちさえよければ我が軍に来ないか。拙者らは敗軍の将、勝者に従うべきとは存ずるが、良いのでござるか。もちろんです。お二人は素晴らしき者の父、味方となればこれほど嬉しいことはありません。ありがたきお言葉、感謝する。これからは孫権殿たちと共に武を振るおう。世に愛を。うん、真には違えぬ。徐光明、ひたすら武の道を極めん。
それにしても信長の力の秘密なんてどう探ればいいんだ。まあ直接聞いたところで答えてはくれないでしょう。何より今の俺たちではあの力に対抗できません。なら同盟相手と接触するのはどうかな。俺が見た限り妙な力を持つのは信長だけだ。同盟といっても実際は負けで仕方なしに従っている者が大半でね。彼らを下して情報が得られればよし、ダメでも信長の戦力を大きく削れる。でもそううまくいくでしょうか。北条氏康、今川義元、董卓、そして袁紹、信長に組みする者は強敵揃いであろう。俺に一ついい手がある。この前まで織田軍にいたんでね、少しぐらいなら内情にも通じてるんだ。もし任せてくれるなら義元殿を必ずここへ連れて戻ってくると約束しよう。分かった、タク、お前に任せよう。修繕、直政、それに直虎殿、すまぬが助力を頼む。